シーメンスガメサリニューアブルエナジーは、スペインビスカヤ県、サムディオ日本共億再生可能エネルギー分野の製造企業である。2017年4月、シーメンスの風車製造部門との合併を受け、ガメサコーポーラスイオンテクナレジェカから解消した。シーメンスガメサは、風力タービンを供給し、また風力発電所を開発、管理、販売している。 ベアークリークタウンシップのハゲ山に設置されたガメサの風力発電機ガメサは1976年に設立され新技術の開発やそれらの進行活動への適用などに焦点を当てたロボット工学、マイクロエレクトロニクス、航空工学、複合材料開発などの分野を有していた1994年風力タービンの製造に特化した子会社として ガメサエオリカが設立された。1995年には、ガメサエオリカが風力発電所建設事業に関与し、1996年には初の風力発電所が竣工した。ガメサは2000年10月31日に正式にマドリード証券取引所に上場し、2001年4月24日に IBEX35 に選択された。アラバ県 ビトリアガステースに本社を置いていたが、2010年にビスカヤ県サムディオに本社を移転した。2006年以来、ガメサは持続可能エネルギー、特に風力発電に関連した技術に焦点を当てている。航空部門は売却されて、アエルンノバという新企業が設立され、またグローバルエナジーサービスという新企業も設立された。2003年にはマデ社を買収。 2004年から2006年までは風力タービンの世界市場シェア2位だった。ガメサは2007年に創業を開始したアレゲミーリッチ風力発電所。2011年に創業を開始したスチュアート山風力発電所の建設に関与した。2011年には中国関東核電集団と提携し、中国で600メガワットの風力発電プロジェクトの共同開発を開始。 2011年ガメサ、中国の流言で遠緑化純電力、大東集団新能源の3社と風力発電機の共同開発で提携。同年にはインドのキャパロエナジーから総計 2GW の風力タービンを受注。2014年時点でイベルドローラはガメサに約15.4%出資していた。ガメサは陸上風力発電を専門としていたが、 2010年代には洋上風力発電の分野にも進出している。洋上風力発電所での生産を拡大するためのイギリスの動向の一部として、ガメサはイギリスに生産工場や他の施設を建設するために1億3370万ユーロを投じることを約束しており、洋上風力発電部門の本部をロンドンに移転させる予定である。2014年には フランスの国営原子力企業、アレバと提携し、洋上風力発電の合弁会社を設立することが発表された。2010年には、スペイン国内での風力タービンシェアが50%を超え、2011年時点で、スペインの市場シェア第一位の企業である。ガメサは4大陸に向けて計1万メガワットを超える風力タービンを提供しており、ガメサの製品は、 年間5190万トンの二酸化炭素の排出を削減している。太陽光発電所の建設や発展にも関与している。ガメサは、ジャシートフッツィー・ングッド・インデックスの指標に選定された。2016年6月、シーメンスの風力発電事業との統合が発表され、2017年4月3日に合併を完了し、シーメンスガメサリニューアブルエナジーが発足。 風力タービンメーカーとしてベスタスなどと共に世界のトップ4メーカーとなった。ありがとうございます。